はい、こんにちは。日本改革党、楠澤です。政府の赤字はみんなの黒字様。山と海様、竜と様、松本様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。現代ビジネス記事なんですけれども、結構長々と太陽光ビジネスと中国と河野太郎について、まとめた記事がありました。河野太郎再エネタスクフォースに中国国営企業資料が紛れ込んでいて騒動になった。再エネ賦課金は太陽光発電の電力を買い取ることに使われているが、国際基準から見ると破格で2倍近い高額で買い取っている、つまり再エネ賦課金っていうのは太陽光発電事業者を食わせるための金だったのかって、現在国内には中国系の太陽光発電業者が1500社あり、国民から徴収した賦課金がそれらに流れている。1500もあんの、うっそーって、まあ驚きましたよ。こんなにあんの。日本人の事業者が中国製太陽光パネルを購入すればさらに中国企業が儲かると、なんか再エネ賦課金って、中国を潤すための金無理やり取られてるような感じになってきましたね。ロゴ入り資料を持ち込んだ大林美香が事務局長を務める自然エネ財団を中国共産党が裏で操り、さらなる利益を目指しているという声もある。大阪市南港、南港って南港だよね、メガソーラー施設は大阪市の公共事業だったが、別な企業が落札したが、途中からなぜか上海電力の手に事業が渡り物議を醸した。エネルギーを中国に握られてしまっては安全保障にも影響があると、この方はこれ一番心配してるみたいですけれども、なんかネット経由で発電しないようにできるっていうパネルだから、自衛隊の施設の太陽光パネルなんか危ねえんじゃねえか、いざという時電気止められちゃうんじゃねえかという話もありますけれども、世論です。ソーラーパネル製造の中国企業に補助金ジャブジャブ、中国に自然を壊されるだけ。メガソーラーが中国製って終わってるよな。ほとんど中国に持っていかれているが、なんで国籍条項をつけなかったんだろうな。菅直人と孫正義が環境アセスメントや国籍条項を要件から外した、最初からか、最初から民主党が円高進めて中国産の太陽パネルを有利にした。再エネ賦課金は中国共産党への上納金。小池も調子こいてパネルを中国から大輸入しようとしている。民主党が作ったシステムを自民党議員は誰も止めないのが異常だわ。そういえば小池都知事の、東京都内で戸建て新築するときは屋根に太陽光パネル義務化なんて話どうしちゃったんでしょうね。どこ行ったんでしょうね。で非難号号巻き起こっておりましたけれども、民主党が作った中国が声太る再エネ賦課金制度ね、自民党が止めないのは河野太郎とか小泉一族のせい、この他にもどうせいるんでしょう。中国の発電業者にいっぱい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 パー券買ってもらってるね、売国の自民党議員、公明党議員がいっぱいいるんでしょ。廃止するどころかですね、拡大してる。世帯平均の賦課金を6000円台から1万6000円台に一気に3台に拡大してましたよね。やめるどころか。飯山あかりさんがですね、再エネ賦課金制度廃止を公約しているが、大賛成であります。こんなの中国潤すだけじゃねえか。山切り開いてパネルだらけにしてさ、いきなり賦課金なくすとですね、業者の夜逃げ祭りで混乱するので、年々減らしていってね、立ち行かなくしてって、いずれゼロにする。賦課金をゼロにすればですね、太陽光発電、電力買取価格を下げてって、いずれですね、太陽光発電、は、買わないっつ。電力買わない。太陽光パネルつけるのは構わないんだけど、自宅にね、自宅にで消費する分はいいけど、電力会社は買い取りませんっていずれしたいですね。日本政府はそもそも原発利用推進が国税じゃなかったのかと。大東亜戦争の原因がですね、
ABCD 包囲網でエネルギー封鎖されたからっていうので戦争になっちゃったっていうのに懲りてですね、原発は国税で推進するってなってたのに、それはどこに消えちゃったんでしょうね。やっぱ河野太郎とか小泉一族、進次郎、こいつら一族ごと太陽光発電業者に買われてて、CM とかやってますからね。弁護士さんからですね、河野一族が中共の犬と考えるに至った根拠を集めてって言われてんで、こちらの記事も追加いたします。いっぱいあればいっぱいあるほどいいんだって記事しょっぱなに河野太郎と出てくるしね。次から次へと増える一方なんですけど、これ根拠勝てる気がしてきたな。裁判官から和解進められても絶対応じねえからな、いう話であります。朝日新聞、大学職員407人から聞き取り調査した結果、文科省に管理されており自由に運営できていない、目標を達成できなければペナルティが課される、当たり前だろうなな、国立大学の自治は崩壊した、目標を達成できなくてもペナルティなんかないっていう状態が自治って、思ってんのかな、このバカどもはな。大学の職員、教授とか学長とか世論です。嫌なら自腹で好きにしろよ。大学の自治は学問の自由のことであって、違法行為があっても公権力の介入をさせないということではないぞ。昔はそうだったんですよ。でね、安田講堂立てこもりとかなってたのね。軍事研究させないことこそ自治を妨害している。公金に頼っておいて何が自立だよ。全くだ。言うこと聞かないけど金はよこせってか。朝日は大学の自治より会社の将来を心配しろ。朝日が言うなら大学自治強化反対です。そもそも税金入ってる時点でですね、文科省は口出すなっていう権利がないですよ。国の支配が及ばない学びはですね、隠し学校って呼ばれる別物です。これ例えば私塾であるとか学習塾であるとか、まあ、英語英会話教室であるとか隠し学校、ちなみに朝鮮学校もですね、国の支配が及んでいないんで隠し学校ですね。なんで隠し学校の、数ある隠し学校の一つに過ぎない朝鮮学校に補助金出せって騒いでんだか全然わかんないですけど、お門違いだよね。そんなことしたら全部の英会話塾とか学習塾とかにも補助金出さないと公平でなくなりますよ。大学、警察入れない治外法権の場所にしてね、基地外学生が立てこもるっていう夢をもう一度を朝日は目指してこんな記事書いてるんですかね。残念ながら今の子はですね、賢いから昔みたいなテレビ強くて情報なくて自分で判断できないような、まあね、昔はネットがなかったからしょうがなかったんですけども、テレビ新聞の影響力が多かったからね。今の子は違うから情報溢れてから、賢いから自分で判断できる。火炎瓶投げたり立てこもったりしないと思うぞ。大学の自治を心配するよりも止まらない部数減少を心配した方がいいんじゃないですかね、朝日新聞は。私が生きてる間に朝日新聞の倒産が見たいものであります。高松市の知的障害者支援施設ウィンドヒルズ、6月から7月にかけて職員の約3割11人が辞めちゃった、退職しちゃった、安全を提供できなくなったとして入所者11人に契約解除を通知しました。まあ、人いないからしょうがないね。9人の保護者、職員が足りないから入所できないというのは理解ができないし納得ができない。高松地方裁判所に民事訴訟を起こしておりました。安全を提供できなくなったからって言ってんだけど、なんで理解できないんだろうこの人ら。11人の子供、に契約解除をお願いして、まあ、9人が訴えたっていうことは2人は納得したんだろうな、理解して納得したいんだろうな、じゃあしょうがねえよねっていうことでね、世論です。なんで理解できないんだ、知能もかなり遺伝するから、3割もが
一斉に辞めるとかブラックすぎる。無人のところに入れろって要求してんの？運営基準満たせないなら仕方ないだろ。放置していいなら入れますけど、親が職員として働けばいいのでは？保護者にもお手伝いしてもらえばいいじゃない。何があったらそんなにいっぺんに退職するんだろう。3割が一斉に辞めたら事業継続が困難では？これ、事業継続そのものが資金ショートで給料無配とかあったんすかね。そんでみんな嫌気がさして辞めちゃったと。3割が見切りつけた。ああいう施設で入所者がですね、職員害したらどうなるんでしょうね。やっぱ刑法39条、基地外無罪が適用されちゃうんでしょうか。9人の親たち、理解できない、納得できないって、安全を確保できないからって言ってるだろう。なんで理解できないんだ。弁護士につけ込まれてやらなくていい裁判やってんすかね。弁護士は弁護士料入ってくと嬉しいじゃん。入所の継続を求める仮処分、は地裁が却下してる。すでに、この親たちは生き恥さらしてんですけども、まあそんなことも分かんないんでしょうね多分ね。NHK の平日15時から16時の3時間大型情報番組ニュースーン、なんだそれ、ニュースーン、ニュースとスーンをかけてんですかね。これのダジャレのセンスも小惑星ですけど、視聴率 1.0% から 2.9% と低迷し、いきなり苦境に。世論、高齢者も見てないと。これは失敗するなと思っていたのが、やっぱり変な効果音入れるの嫌い。ローカルならともかく全国で見せる内容ではない。内容がひどいみたいですね。2チャンネルは結構ちゃんと見て批判してて優しいですね。私のようにテレビ捨てて見向きもしない冷たい人間と違って優しい、ちゃんと見ている。どんな番組内容でも、どんな低視聴率でも、スクランブルにしてくれれば全然構わないですけどね。契約しないだけだからね。昭和25年、1945年じゃなかった、1950年だったこれに始まった受信料制度、いつまでやってんだって話ですねこれ。その頃はNHK しかテレビ局なくて、テレビ買うイコール NHK を見るだったから、法律の整合性が取れてたが、今は全く取れてないですよね。自民党公明党は NHK 税を国民に押し付けるのもうやめたらいい加減。80年近くやってるのもうやめたら。今日の単身、護衛艦加賀回収終了。 F-35B が離着陸できる全くの空母になりました。 F-35B っていうのは垂直にこう上がれる受けるやタイプ、受けないやつは F-35A ですね。中国共産党発狂、攻撃的兵器の保有を禁じた、憲法9条違反だーとか言って騒いでるみたいなんですけど、内政干渉そのもんだし、なんでお前らに9条守れって言われなくちゃならないのか意味不明ですね。だったら我々もですね、中国人民はところ構わず代弁するのやめろ、言えますよねこれ。焦ってることはだけは確かだな、聞いてるよな。やっぱり一人戦死すると親と祖父母6人の敵作る人民軍がまともに稼働しないって自覚あんですかね。自分らはすでに空母3隻も持ってる、さらに1隻作ってる最中なのに、平和を脅かしてるのはどっちだと。何言ってんだと。平和を脅かしてる犯人が何言ってんだと。なんで日本人に救助を守れって中国共産党に言われなくちゃならないんだと。ばっかじゃねえよって、全く思いますけれども。中共の犬、デニー知事、辺野古新基地建設は絶対認めない。自衛隊の基地は作らせない。いや、認めない、作らせないって、あんたそんな権限ねえからね。そんなの国の専権事項で、知事ごときが何とかできる話じゃねえから、デニーに認められなくても、結構です。全く結構です。それにしてもいつまでもごねて工事の許可出さないで、裁判曲げて生き恥さらしてたのが、生き恥を。政治家だったらね、最高裁判決に従えよ。それも含めて法令っていうんだからね。議会で決めたのは法律、最高裁判決などの、法律に準ずるものが
含めたもんが法令っていうらしいであります。この前教わりました。政治家のくせにね、法を軽視するデニー応援するような連中もですね、やっぱり法なんかどうでもいいって思ってる連中なんでしょうね、多分ね。だからデニーが認めないね、なんて言うとやんややんや、あーばっか見て本当に、こいつらよく生きてこれだな。それも日本政府が手取り足取りお世話したからだよね。本当ばっかじゃないの、こんなままでよく生きてこれたなと、つくづく、そんな罵倒もしてしまう今日この頃でありました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。メール当院さん懇親会も募集中、よろしくお願いします。デトックスジャパン。